女子ゴルフの渋野日向子23イコールサントリーは今季から本格参戦しているウェイツアーでリシャッフルの壁をクリアできるかリシャッフルとはツアー出場の優先順位を入れ替えることで例年5月開催の試合後に第1回が行われる今季は11戦目ファウンダーズカップ5月12から15日 終了時点の成績で決まる見込み特に前年の最終予選会経由で出場権を獲得した選手にとってはツアー出場への上位カテゴリーにジャンプアップできるチャンスとなっている渋野日向子は最終予選会20位の資格で参戦しており優先出場順位は153番目この位置から脱却するためには 区切りの試合まで来期出場権などを決める CME ポイントランキング80位以内に入らなければならない。米女子プロゴルフ協会ループガの規定で予選落ちなしの大会に推薦出場したツアーメンバーはポイントを獲得できないため、今期出場2試合はポイントなし。現在はランク圏外だ。 すでに開幕から5試合を消化した中。まずは今週の JTBC クラシック24日開幕。カリフォルニア州で予選を突破し、できる限りの上位フィニッシュで初ポイントゲットを目指す。出場資格の異なるメジャーは、2019年 AIG 全英女子オープン優勝で全試合出場できるため、 来週のメジャー初戦、シェブロン選手権も決勝ラウンドに進めば、加算することができる。本人は出られる試合で上位で争うことが今の目標と語っており、より多くの出場機会を得て活躍の可能性を広げていきたいところだ。BS 日テレ、ゴルフサバイバル大人気。出場する女子プロってどう選ばれているの テレビが10倍面白くなるコラム、女子ゴルフは相変わらずの人気で、テレビ番組もトーナメント中継だけでなく、オリジナルルールで若手プロが対戦する、エンタメものも評判がいい。中でも、ゴルフサバイバル、BS 日、テレ、金曜夜9時は、ダントツの録画視聴率だ。ジェルピーガのステップアップツアークラスや、 プロテスト合格直前の20歳前後の女子ゴルファーが優勝賞金100万円を奪い合うのだがルールは1番ホールを10人が一斉スタートして各ホールごとに最下位スコアの出場者が脱落していき最後の9番ホールで残った2人が直接対決するシュートアウト方式で争われる。 ちょっとしたミスで目の前の100万円が消えてしまう予想外の展開。タレントらを交えたお遊び企画ではない真剣プレイが受けているのだ。トーナメントではプレイヤーは感情を表に出さないが、この番組では、ナイスショットのガッツポーズ。チポチャではやっちまえましたと悔しがるリアクションも見どころ。そして、 出場する彼女たちがいずれも魅力的というのもおじさんたちを楽しませる。出場者はどう選ばれているのだろう。番組ホームページで推しプロを募集してます。そうした視聴者の声やプロテストの受験者などから番組スタッフが探してくるようですね。もう一つはこの番組の制作会社が 若手女子プロの支援プロジェクトを運営していて、その枠もありそうです。3月放送分に出場している愛沢直は、そこの登録メンバーです。ゴルフライターレギュラーツアーで活躍する前の原蛭花、部のひな子も出場している。ただ、3番ホール、4番ホールで脱落して、早々に消えていった。 先週の明治安田生命レディスに遺体の植竹希望は過去に5回も出演していて、おととし秋には100万円をゲットした、プロのミスに親近感が湧く同じような番組に、女子ゴルフペアマッチ選手権 BS 朝日月曜夜9時がある、女子プロが2人1組になって、ペアの良い方のスコアで各ホールの勝敗を決めるマッチプレー 16組32人がブロック予選、準決勝、決勝とトーナメントで勝ち上がって、優勝賞金200万円の争奪戦を繰り広げる。こちらも、ツアー優勝の経験なしという若手がほとんどだ。初めて見る身長180センチ近い女子選手が、 ドライバーで300ヤード近くぶっ飛ばしたかと思うと、我々付き1ゴルファーのようなチョロをやったりと、親近感が湧くんですよ。コースもトーナメント仕様でなく、普段通りのセッティングですしねと収録で使われたゴルフコースのメンバーは笑う。その収録は、一般プレイヤーがスタートする前や最終組が出た。 あとに行われているという、ひいきの女子プロを見つけて、これからの活躍を楽しみにするなんて、旦那気分で応援するのもいいかもしれない。